あのクッパのところ行きたいんだけど、スターが足んないんだよね。7個足らない。なんで先行くしかない。ブルか。よし、ピーチ姫。わわ、人数多くない？人数普通に多くない？ちょっと待って、人数多いな。よし、あと2匹。もうこのね、上からジャンプして攻撃するっていうのがすごく苦手なんだよね。奥行きがよくわかんねえんだよな。よし、倒した。あとこいつだけだ。うわうわうわ。よし、倒した。倒したスターが出てきた。さあ、お次はこれか。もうまっすぐ行くしかないね。行こう。駆け回れワイルドサバンナ。5の4。おマリオジャンプ。お、なんか背負ってんね。これ欲しいな。あ、来た。なんだこのゴールドのベル、何だったんだろう。このマリオか。さあ、どうしよっかな。普通にとりあえずあそこ気になるから見ていくか。お、来た、また来たぞ。このステージはそんな難しくないな。ちょっと急ごう。ちょっと待ってよ。あそこに重きしグリーンのスターがあるんだけど、どうやって取るんだ。ちょっと戻りたい。すんごい戻りたい。超戻りたい。ちょっと一旦戻っていいかな。この状態でいけるね。うん、いい。落ちてもいいよ。あそこだ。よし。っていうことは、そういうこと？どういうことこれ。よし、取れた。オッケー。よっしゃー、戻ってきたぜ。さあ、目の前のブロックが気になる。ここ結構怖いな、普通に。目の前のブロック気になるんだよな。おし、来た。なんだ、なにこれ。なにこの状態。外れないから。じゃあ外れてよ。この状態で行くしかないんだ。ジャンプ力足りるか。うわー、超ギリギリ。もうコインいらないんだけど。コインいらないよ、こんなに。こっちだ、こっち。よし、来た。お、すごい。すごいことなってる。ようやく中間的地点来たぞ。もうこのブロックとか取れないじゃん。あ、取れた。あ、ウサギがいるぞ。ドイツだ。あ、いた、これだ。捕まえるんだ。スター持ってる。よし、いったー。スター出てきた。イエーイ。さあ、この中入ろう。これゴルフじゃん、普通に。時計があるね。別に時計なんか取らなくても時間的には全然余裕があると思うけど、とりあえず下怖いな。断崖絶壁。こっち。もうゴール。うわ、やっちゃった。見てなかった。うわ。で、下に下がって、まだゴールじゃないのか。あそこがゴールね。で、出てきた。これ俺苦手なんだよ。このこれをやると緑のコインが出てくるんだけど、これ全部取らないといけないんだよね。
わわわ、ちょっと待って、動くなって。わわわわ、コインの数多いよ。多い。絶対取れない、こんなのは。さあ、ゴール。あの緑のコインを全部取ったら、あの緑のスターが出てくると思うんだけどね。今まで一度も成功したことないような気がする。ようやくスターが76個。あと4個足らないのか。クッパ城はどこら辺だ。あ、結構近くまで来てんね、クッパ城。あとは1、2、3ステージクリアしたらクッパ城か。じゃあひとまずこっちだ、サクサクっと。爆裂ボム洞窟、よし、ダッシュだ。うわ、こいつか。ちょっと待って、自動的に爆発するのか。うわうわうわ、なんて凶悪なやつなんだ。来い来い、爆発しろ爆発しろ。きた、お、パックもいるぞ。何なんだ、目の前のやつなんだ。そうか、出てくるのか。なんか出てこないか、何もないか。この紫のやつは何なんだろうな。うん、超気になるな。いけ、押した、きたきたきた、緑のスターが出てきた。ちょっと待って、まだ、これ尻尾で吹っ飛ばすことできないか。あ、できるじゃん、できるじゃん、普通に。おいしゃー、いったー。ちょっと待って待って、キノコが、勝手にキノコが。ちょっとあいつ追いかけるんだ。追いかけて追いかけて追いかけて、中間地点中間地点。うわー、落ちたー落ちたー。うわー、マジかよ。ちょっとこれどうやって捕まえんだよ、どうやって捕まえるんだよ。もう最悪こういうの、すんごい舐められてんな。うわ、無理無理無理、これ絶対落ちちゃうって。この野郎絶対絶対、よっしゃ、いった、いったぜ。さあ行こう。クリボーがいるけど爆弾がなんか宙に浮いてんだよな。投げてきそう。投げんなよ投げんなよ。あー、怖い怖い、なんだなんだこの。もう爆弾が、普通に爆弾が手に入ってボーン、いった。これはなんだ、捨てるか。これはいらないな。あ、ちょっと違った違ったか。ああ、よかったよかった。さあここまで来たぞ。あそこに、ちょっと待って、ちょっと待って、また、くんなって、くんなって。ちょっと待って、あそこにちょっと気になるのがあった、気になるのがあった。土管があった。よし、来たー。え、上行くの？下行きたかったんだけど。何、何、何、これ、何、これ。これちょっと初めてパターンだな。全部押すんだね、きっと。で、これを投げるか、ぶん投げる。よし、行ってくれ。よし、あと1個。これで何も出なかったら泣いちゃう。きた、これで3個目のスターで。ちょっと時間ないし、時間がない。ちょっと待って、下に降りればいいの。下、下でいいんだよね。あ、よかったよかった。やばいやばい、ちょっと急ごうよ急ごうよ。ちょっとでも気になるぞ、これなんだ、ただのコインか。これどうしようかな。ちょっと、うん、目の前のパックン、これで吹っ飛べ。よし、いった。うわ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 、おお、なんかすごいことになってる。ちょっと土管入りたいんだけど。よし、入れた。あー、もうクリアだー、よかったー。さあ
いい、もう点数はどうでもいい。2000ポイントか。珍しくスターが3個手に入ったよ。もう結構珍しいから3個手に入るって。ちょっとこっち面白そうだから行ってみようか。これ多分アイテムくれる場所？あ、スタンプか。スタンプ。うん。いや、かわいい。女の子笑ってるし。最高。さあ次はこっちと行きたいんだけど、その前にこっちだ。これ苦手なんだよね。あのね、僕ねギャンブルってやらないんですよ。パチンコやったことないし、スロットもねあんまやったことないんだけど、まずこれか、ファイヤーフラワーだっけ。お、来た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 。これ熱い熱い、結構熱いぞ。うそーん、ダブルチェリーだ。あー、これでコインが100枚か。コイン100枚揃うとワンアップなんですよ。だからちょうどワンアップしたんだけど、今あれ4つ揃ったらどんなことになるんだろう。よし、こっちもね結構面白そうなんだけど、まずこっちだよね。ジャンプホイップスイーツ。ジャンプホイップスイーツ、お菓子が出てくるんだ。あー、キノピオあんま好きじゃないんだよね。足結構速いんだっけ。この紫のブロックがねよくわからない。なんか意味あんのかな。なるほど、こういうことなってんのか。これは新しいな。どうなってんだ。さっきひっくり返ってたよね。お、あ、ちょっと、あ、すんごいタイミングでひっくり返るんだな。ん、あ、そういうことか。ジャンプすると、そうか、ジャンプするとこれひっくり返るんだ。あ、そういうことなんだね。ジャンプしちゃダメじゃん。お、来た来た来た。どうしようどうしよう、取っていくか。なるほど、そういうことか。どうすっか、どうすっべ。これ一回で行くことできないな。ちょっとこいつは邪魔だからとりあえず倒しとくか。うん、でジャンプしたらひっくり返るからこういうことか。なんかややこしいな。なんだこの目の前のやつは、やばそう。あのオレンジ色の波動みたいなやつに当たったらダメなのか。いやー、そしたらこのこれどうやって取るの。このクエスチョンマークのやつ取れないんだけど。うわー、ちょっとやめとこうやめとこう、食らいたくないからやめとこう。来た。これジャンプするとこのひっくり返るやつもう鬱陶しいな。とりあえずじゃ、パックンが邪魔なんだって。こうか。うわ、ややこしい、ややこしいな。まあでもうまいことできてん、おお、うまいことできてんだね。イエーイ。さあ、ここ、ここまで来た。このクエスチョンマークのやつ、取りたいんだけど、ご取り方よくわかんねえな。そしておなじみこのパック。よし、多分この中入れるんじゃない？あ、入れる。お、来た。え、何？何？何が起こったの今？うん、うん、うん。落ちた。え？あ、そういうことか。あの P のボタンを押せれば、スターがもらえる。もう、わかんないよ。いきなりそんなことされてもわかんないよ。これもうダメだ、失敗だ。そういうことか。そういうパターンもあるんだね、あのパチンコみたいな。うわうわうわ、ちょっとやっちゃったじゃん、もう。さあ、あ、これは一筋縄ではいかないの。こうか。
頭がこんがらがれそうだな。もうでこれでコインが出てくるんでしょ。こうか。うわうわうわ食らったし。でこっちか。うわー全部取れないよコイン。ちょっと待てよ。これがあるということは分身ダブルチェリーがどっかにあった。ダブルチェリーどっかあった。ダブルチェリーどっかあったか。こうか。こういってこうこうでしょ。こうでクリア。よし、1万ポイント。結局スター何個取れたんだ。